事件ですね。さあ川原君、他に何かありますか。はい、続いてはですねこちらをご覧いただきたいんですが、この5歳の警察官がですね今地元で大人気なんですが、なぜこんなことになっているかと言いますと、きっかけは去年のクリスマスです。愛車にまたがり日課のパトロールをするのはオリバー君5歳。この小さな警察官が今、Thank you so much. 町になくてはならない存在となっている。カンザス州に住むデイビスさん一家、3人兄弟の末っ子がオリバー君だ。自分は警察官だと堂々と話すオリバー君。家族や親戚には警察官はいないのに、警察官の制服を欲しがったんです。あまりに言うので去年のクリスマスに買ってあげたんですよ。すると毎日制服を着るようになったオリバー君。学校に行くときももちろんこの格好だ。お気に入りは専用のサングラス。夏には念願の子供用白バイも買ってもらったのだが、オリバー君は警察官の真似をするだけではなかった。警察署でバイクの訓練を始めたかと思うと、秋には自主的に地域のパトロールやスピードの取り締まりを始めたのだ。もちろんおもちゃのスピードガンだが、オリバー君真剣そのもの。息子は任務の時間だって言って毎日近所にパトロールに出かけています。悪い人がいたら捕まえるんだ。市民の安全を自主的に守るオリバー君、実はもう一つ大切にしている時間がある。訪ねた先は地元の保護者施設。Thank you. ありがとう。赤いお花は大好きよ。入居者一人一人に花を手渡していくオリバー君。素晴らしい坊やね。高齢者たちに笑顔があふれた。皆さんが幸せそうなのを見て息子はとても喜んでいました。オリバーを誇りに思います。地域の人たちに幸せを届けているオリバー君。すると、どうしても欲しかったものがプレゼントされた。町の平和を守る5歳の警察官オリバー君。先月末、地元の警察官が突然自宅にやってきた。そのわけは、大喜びのオリバー君が手にしていたのは、地元警察から送られた名誉警察官と書かれた証明書だった。警察と地域の架け橋として活躍するオリバー君にお礼がしたくて証明書を送りました。もちろん本物ではありませんが、彼は我々にとって欠かせない存在です。ランチ。オリバー君が本物の警察官になる日もそう遠くはなさそうだ。
メリカってこういうことをやりますよね。好きですよね。こういうことで将来の警察官にとかって思うのかも分かりません。日本だったらバカ言ってんじゃないよ、お前は子供なんだからおまわりさんとかなれるわけないじゃないって、長谷さんそれで終わっちゃうと思わない？あと絶対にグレることできないですよね、うん、この先歩道とかされちゃって、ね、こういうことグレないでしょ、なんでよ、それでこの VTR が使われる、そう使われるやめなさい、何かわいい、頑張ってください。では次行きます。はい、駅今週はどんな話題なのか、川原君。